なるほど。あ、ライブの配信してない。違うよ。カメリアの、え、聞いて、カメリアの渋谷の2日目。何言ってるの？完売が来た。そうなの？あと1日。あと1日？うん、頑張れ。にやけてます。にやけてます。頑張れ、髪振れ。嬉しくてにやけてます。頑張れ、髪振れ。疲れた。頑張れ、髪振れ。フレーム、フレーム、フレーム。うん、美味しいって。よかった。ちょっと一人かわいい。カリですね。めっちゃ飲んだ。本当だ。いいこと。サメ切ったポテトもあります。素敵。サメポテト、あのサメチーズスティック。何スティック？それが気になって仕方ない。入った時からサンプルみたいになってる。私のチーズ、これなんていうの、チーズドッグ、ね、絶対ミヤマさんのだと思う。マジでわかるよね。マスター、マスタードミヤマさん食べたもんすぐ置くもん。わかる。放置する。食べて、今置くので、ずっと置いたんで、で、最終的に食べない。そう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 、ほんとそう。飽き性だからね。飽き性だから程があるよ、うん。一口食べたら満足しちゃうの。100? 150? あ、え、言ったけど、え、なんかさ、やめなさい。やめなよ、ごめんなさい。え、割とさ、理解してたくない？関係ないんで、みんな。そうそうそう、気にしないでください、この会話。超プライベートの話で、まあ、え、違うの、違うの。うん、だからカメリア、うちの環境だと全完売に見える。え、そう、なんか、え、しかも、え、そう、でもなんか、私の携帯だとね、渋谷が残って見える。うちらが残るから、もう、っていうこと？うん。だから、やばい、リップに色がない。まあ、そういう時もあるよね。口紅がつ、でも、分かってくれてはいてる。ちなみになんですけれども、え、もう、どうなんだ、100? うん、うん。あ、ジョーカーがない。本当に言ってる？無理だよ。え、家も無理だよ。頑張ろう。無理。え、だって言う、あの時から進んでないんだよ。私もだよ。無理。大丈夫だよ。無理。みおりさん大丈夫って言ってやらなかったじゃん。やったよ。やったよ。無理。何の話か分かる人には分かる。無理だって。後で更新しとくか。まだいたよ。このショールームで泣いてやる。珍しいでしょ。泣かないでだって。優しい。泣かないよ。泣かないよ。泣かないで。もう少し。ちょっと違ったわ。ちょっと違う。ちょっと違ったわ。これ？歌詞がちょっと違った。何？今回の私会は1対7じゃなくて。メンバー決まってます。半分くらい。うん、みんな何してるかな。超ブス私。唇分厚い。あ、見落ちしました。一枚も違うの。ジョーカーとね、2がなかったんだよ。負ける、それは負ける。うん、唇がカサカサだ。おいしい。よかった。よかった。よかった、よかった。シニップどこやったの？もう家帰れる準備してる。早っ。もうごちそうさま。もう食わんやん、絶対。あるよ、まだ。いっぱいあるよ。知らないな、それ。どこにない。すごい頼んだよね。え、違うの。だいぶ減ったくない？あの、初めてそのあれで頼んだからさ、いっぱい頼めちゃったわけですよ。なんかもう溶けてない、固まりちゃった。チーズスティックみたいな。ただのさ、塊だよね、なんか、うん、なんかの塊。とろけてたの、え？2月
と5日分カードに入れようと思ったら完売しましたって表示だって。え、調べて調べて任せろ。そうですリー任せろ。リーシャキシャキ。はい、反応遅くなっちゃった。うん、クルマロウシ発見ありがとう。でででで、いや、買います買います。いや、カードに入れるまで行ってみてください。サーバーエラーサーバーエラーしてるって。30分前からくらいから完売してた。え、見て、ね、見て見て見たい。え、それどういうこと。え、本当なんか全部完売したっぽい。大丈夫、入る。うん、おー、完売してるわ。いいなぁ。いいなぁ。30分前に始めたこのショールーム。え、もっと前。あ、もっと前。そう、え、わかんない。6時半、あ、すみません、50分ぐらい前やってる。あ、へぇびっくり、ありがとうございます。声低かった、ごめんなさい。もうね、高くしようってできないんですよ。自分の声作れない。ライブは頑張って高くしてる。てか、なんか歌うときに低いと歌えないから頑張って高くしてる。ちょっと聞いてくるわ。うん。すごい勇者みたい。ゆうちゃん。ゆうちゃん。任せろ。任せろりでしょ、そこは。任せろ、任せろ。そんなふざけてらんないですよ。真剣だから。任せろりを流行らせたい。らしいよ。任せろり？だから任せろりって言ったらシャキシャキってあげて。やだ。やだ。みんな言ってください。私のファンの人は言ってくれるの。任せろりシャキシャキってコメント欄で。ねえねえ、明日ツアーの登録発表ですってさ。うちらのツアーお、かな発売されてんの。そうだよ、あのライブの当日にボトムラインの日に始まってる。あ、そうなの。あ、じゃあ骨付きだから気をつけて。骨ついてんの、うん、大変だね。骨付きってどういうこと。中に入ってんの、ケンタッキーみたいな。あ、もうちょっとモザイクかけとくね。モザイクかけてほしい。ほらほらほら見て、シャキシャキってみんな言ってる。シャキシャキ。本当だ。いや、二人しか言ってないけど。くそ。まだ流行ってないんだ。マカセロリ。二人からみんなって言うんだよ。知らなかったよ。そうだからみんなマカセロリって言ってる、シャキシャキ。いや、みんなって誰って大体聞かれたくない。二人。二人から。オッケー。みんなって言って。みんな。あ、シャキシャキ。マカセロリシャキシャキ、これを流行らせたい。すごい、シャキ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 、これでみんなって言えるよ。やった、みんなマカセロリすごい。もうシャキシャキしかない、逆にシャキシャキ流行らせてこう。マカセロリ使ってください、ぜひ。マカセロリシャキシャキしかない、すごい。セロリ食べれるんですか。だって多分食べれます。食べれるの、わかんない、嘘ついたかもでもなんかスープとかに入ってるのは食べれるよ、うんうん、生はないな。生、え、そんな食べる人いるんですか。いるんじゃない。なんか世の中にさ、なんか甘いセロリとか絶対あるでしょ。まあ食べれない人気を聞いてる。いつか食べよう。セロリってどうやって食べるっけ。なんかさ、食べるときは全然セロリある。私は遭遇したことがある。来ました。あはは、誰だった、誰だったじゃん、絶対これ。誰だった。面白すぎて何が起こったのかもう分かんないよね。よし、ゆうちゃん解雇そこで板落ちたから、許してくれ。ゆうちゃん解雇ね。よかった。自分は野菜シスターズなら何ですかって。なんか強い野菜ないかな。ごぼうで
ごぼうかアスパラだよね。アスパラいいじゃないですか。アスパラ普段のは、うん、なんだろうね、うん、なんゆうさんは可愛い野菜、うん、プチトマト、トマトだね。トマト嫌いだよ嫌いだよ。いや、青さんは、うん、何だろうな、ゴーヤとか。違う、何その渋いとか強そうな野菜ってなんかない、なんだろう、うん、結構粘ったんだけどなかぼちゃ、かぼちゃ、あー、めっちゃぽい、かぼちゃ強いもんね、かわいい、自分からかぼちゃがいい、かわいい、じゃあかぼちゃで。次のの行ってくるか、うん、行って連続で頑張ったで、その後は私が行く、うん、ね、見てここにあざできたんだって、なんでなんでなんで、わかんないすごいとこに行ってる、本当だ、痛い、痛いも今日一日死ぬ、なんで、何が、なんで死ぬです、わかんない、寝てる間わかんない、痛い、無理、それは無理だ、なんだろう、えなちゃんは、うん、人参ああ、オレンジだから、わかんない、人参が出てきた、人参っぽい、確かに人参が落ちてる、人参か、うん、が、カブ、カブっぽいわ、でもカブ好きだよ、すごい、あんま食べないけど、カブってさ、うん、なんガチモンのカブってあるの、あるあるよ、見たことないんだけど、カブ食べたことないの、え、ないないない、マジ、なんかさ、たまにさ、漬物とかに出てくるさ、三角、あ、そうそう、え、あれカブ、多分、多分、白いやつでしょ、あ、白いやつ、あ、カブじゃない、あれカブ、カブですよ、じゃあ食べたことない、知らぬ間に食べたことない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 、多分食わず嫌いしてるね、カブ抜きじいさんみたいなさ、あ、あったね、そうそうそう、カブ、なんだあれ、大きなカブ、あ、大きなカブ、あ、そう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 、カブ抜きじいさんと混ざった、激やった、マジ？大きな株の株役ですか？違います、なんかね、しょぼい役やった、なんかそのさ、うん、お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんってあるじゃん、うん、そういうのじゃない人、マジ、うん、私何やったっけな、なんかの役でキリンやったよ、うん、うんとこと、どっこいしょ、まだまだ株はできませんって、懐かしい、知ってる、うん、さ、え、知らない人いるよ、え、株は知ってるよ、え、株の、株じいさん、お話も、あ、知ってる、いや、そんな歌はしない、歌、いや、セリフないよこれ、うん、私はキリンの役でした、アオミさんなら株一人で抜けそうってこと、だいぶ凶暴だと思われてるけど大丈夫か強すぎ私は一生抜けないな抜けなそう、抜けないよね、面白い、大きな髪の毛、いいな、みんなで演劇しようよ、髪の毛で懐かしい、いっぱいやったじゃないですか、ズーム抜きやってるんだね、ズームで大きな髪の毛、髪の毛になっちゃった、髪の毛、髪の毛、髪の毛、あれはあれすごい、なんかアイテムありがとうございます、こっちに食べたらマジで面白かったな、一番最後が一番面白かった、歯役ですよ、歯役で、歯で占い師役、同じ役だった、そう、同じ役だった、え、最後一緒だった方だっけ、最後一緒だったっけ、何が、え、ずっと一緒だったっけ、覚えてない、何だったっけ、ミスさんしか覚えてないなんか、ダメ最後私は、誰がいたっけな、みんな、みんなと一緒だったな、うん、私は、え、最終日、シーナさんとさ、え、そう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 そっち行ったんだ、あ、なんか、チェンジしたんだよね、え、最終日、誰だよ、そうだ、なんか、メンツ最終日だけチェンジしたんだよ、ゆうとしーちゃんが移動して最終日が一番もろかった、見てた人いそう、最終日クソ笑ったよね、マジ笑った、私もめちゃめちゃ笑わせに行ったもん絶対笑わせてやると思って頑張った、最終日はもろかった、罪とバイスとか懐かしくない、懐かしい、懐かしい、なにこの鎖あれ懐かし い, かしい、なんかあれさ、結構さ大変だったくない、用意するのが違う、何個やったの、うちら3つ、あの鎖まだ家にある、え、あるあるある、もうなくなってある、え、あのさ、ぬいぐるみってなんでああなったんだっけ、あれは最初のなったんだっけ、熊のぬいぐるみ、あれ鎖だよね、体重のやつ、じゃあさ、一番最初何、最初はあのドアのさ、あ、誕生日のやつ、そ
愛のさ。愛じゃない、愛ちゃん言うのか、愛こちらね、なんでそこに帽子あるのってやつでしょ。帽子、あ、そう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 、うん、あ、そう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 、え、め卒業アルバムのやつね、え、それは覚えて、帽子なかった、なんか後ろに帽子がかかってて、あ、かかってた、そうや、うん、あ、それ誰かの帽子じゃないみたいな、そうそうそう、なんかさ、愛のやつさ、出番がさ、途中から過ぎてさ、それまでめっちゃゲームやってたんだけど、ねえ、マジここだけの裏話、今だから言えることだよね、え、もうゲームやってた、でも確か1時間くらい待つもんね、え、待つ、めっちゃ待つ、あれ全然待ってた、うん、そう、マジで待つから、ちゃんとここにいながら私ね、なんだっけ、罪と罰かな、あの裏でさ、アナウンスしかしない役、キミちゃんがやってたやつ、あれの時もめっちゃ緊張した、顔出ないですもんね、逆に噛んだらどうしようみたいな、まあ、怖い系の話です、噛んだんだっけな、一回噛んだっけな、笑っちゃうよ、噛んだ、笑っちゃう、ね、でもね、宮前さんの時だったと思う、うん、多分裏普通頑張って怖く読んだけど緊張したな、あれは懐かしい、永遠にズーム、でもズームは本当にいろんなこととズームが被ってたから、あ、ね、そうだね、きつかった思い出が、ズームと被ってた、懐かしい、結構焦ってたね、あれ全部さ、どの、物語も全部自分の部屋でやってんのよ、うん、でなんか角度を変えるじゃん、うん、だから私の部屋 の, その壁全部晒したもう全部晒してある、もうない、隠すところ、もうね、ない、隠す壁はないですもん、ないし、もう次やりますってなったらどっかと同じ部屋になっちゃう、確かに、場所なくなっちゃう、いや、1回目ベッドの前で、いや、もう2回目が窓があるの、壁でやって、私のベッドの上だ、なんか白壁って、え、そう、白壁してあった、私あれ白壁に見えるけど実はめっちゃちっちゃい花柄なんだよね、あれは弟の部屋、そうなの、今だから言えること、今だから言える懐かしい、なんか1回目は背景がなんか白にならないでくださいって言われて、うん、白でやってたらなんか物ない、え、そう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 、なんかあったね、だからベッドとかが、そう、ベッドでやった、なんかみんなベッドでやってた、家感が欲しい、家なのなんかヨギボーでやってた、ヨギボーなんかヨギボーでやってたよね、覚えてない、赤いヨギボー、めっちゃヨギボーハマってたよ、ヨギっていうの、ヨギへー、ないんだよな、ソファーが、猫いるからソファー買ってないんだよ、うん、なるほど、あー、ドールに会いたい、え、みんなにドールに会わせたい、え、ちょっと今度連れてこよう、え、かわいい、めっちゃかわいい、ワンコ、かわいい、絶対かわいい、カラスに預ければいいよ、どういうこと、カラスに預けるの、うん、犬って、うん、うん、カラスだよ、フェニックさん、あー、そっちのカラスか、うん、こっちのカラス野生のカラスかと思った何歳ですか、生まれて8月11日生まれ、9、9、9、4ヶ月、絶対可愛いじゃん、おちびちゃんだよ、何、トイプードル、トイプードル、最高、可愛い、本当に可愛いの、ちっちゃいうちに会っとかないじゃん、そうだよ、今度連れてこよう、え、散歩するんですか、まだしてなくて、この前ドライブした、可愛い、初めてです、ね、犬飼ったらあれしたいの、海でこういうやつ散歩みたいなやつしたい、海辺で走りたいの、犬と何その夢、え、犬飼ってる、飼ってないですよ、飼ったことない動物、マジか、飼うなら何、え、犬、犬なんだ、でも一時期あれが欲しかったんですよ、ペットトイカップ、カップ、ティーカッププードル、うん、え、めっちゃわかる、え、めっちゃ、調べたよね、趣味、え、そうなんですよ、ゆうじさんと本当に犬飼いたい時があって、うん、めっちゃ可愛いの調べてたら20万とかするんですよ、うん、高いね、え、しかもその可愛い犬は見たいの、売り切れてんの、そう、売り切れていいかどうかないんだ、本当に、え、もう見つかっちゃってる飼い主や、ごちそうさま、終わったよ、予想通りだね、ね、お腹いっぱい、お腹いっぱいだしね、一番寝そう、よし、みんなで一緒に帰ろう、うん、ぬぬぬ、よいしょ、でもこれ本当に混合したのかも、
今、うん、すごい。あ、言ったんですよね。うん、すごい。カメリアぜひ手に取ってくださいね、みんな。だからみんな年末までにね、うん、ライブも待ってますよ。プリマステラとのライブがあるので。そうです、ぜひ来てください。待ってますよ。よし、みんな申し込んでくれたかな。プリマステラとのやつ、あれめっちゃ下取り考えてるんですよ今。あれ結局どうだったんや。楽しみにしてください。本当、名付けタイム。でもちゃんとお腹いっぱいだわ。めっちゃわかります。うん、お腹いってお腹いっぱいになるわ。お腹いって、うん、おいしかった。おいしかった、ありがとうございます。いいえ、よかった、ね、はぁ、あ、おいしかった。カニフレの夜ご飯タイムでした。何も言わずに持ってってくれたんだけど優しい。お金返そう、おみんな。ありがとう。いいえ、ありがとうございます。ありがとうございます。いいえ、ありがとうね。ねえミミ、近づけよう。近い。あ、めっちゃコメント見える。リップがない。宮丸が末っ子に見えるって絶対嘘。末っ子ではない。あ、見て、またこの人に会った。あ、ゆうと発音がそう、一緒の人。そう、かわいい。もう帰る準備してるじゃん。私も準備しよう。いつでも出れちゃう。すごい、ありがとうね、みんな。アイテムもそろそろ終わりたいと思います。お付き合いいただきありがとうございました。で、お渡し会もあれなのかな。ありがとうございます。ではまたいつか配信します。バイバーイありがとうね。バイバイ、めっちゃ白飛びしてるバイバーイ。